こんにちは、こんばんは、ちまです。最近は毎日いろいろとやることがあり大忙しです。一日がとても短く感じます。今年もあと数ヶ月ですね。私は秋や冬がとても大好きなので、これからの季節がとても楽しみです。今日話するのは、乙女ニアチャンネルオリジナルのお話、港のサビ色の猫です。太郎は港に行く以外、おじいさんのお墓のそばから離れようとしません。そして港から帰るとおじいさんに、今日もお魚さんを海に返してやったよと報告します。子供の頃、船から落ち溺れかけた良平を助けたカジキは、漁師をしていた良平の祖父に助けられたカジキでした。そのカジキは子供の頃、泳ぎの練習をしていた時、母親とはぐれてしまいました。そして母親から十分注意するように言われていたにもかかわらず、空腹のため良平の祖父の釣り糸につけられていた餌に食いついてしまいました。祖父は釣り上げたカジキを見ると、まだ子供じゃないか、お母さんの元へ帰んなとカジキを海に返してやりました。無事お母さんと会うことができたカジキとお母さんは、祖父にお礼を言いながら帰っていきました。良平の祖父に助けられた子供だったカジキが大きくなって、今度は自分を助けてくれた漁師の孫の良平を助けたのでした。